はぁ、はぁ、霊夢すまん撮影の時間遅れてしまった。え？霊夢ならまだここに来てないぞ。ごめんマリサ遅刻した。ああ、私も遅刻して今来たところだから大丈夫だぞ。え？そうなの？マリサ、遅刻はダメじゃん。お前も遅刻してんだよ。ん？撮影4時からだけど霊夢遅いな。マリサー、はぁ、はぁ、ごめん遅刻した。なんか最近お前遅刻多くないか？え？だってお前最近ほとんどの確率で遅刻してるじゃないか。実は今とても深刻な問題があるんだよ。深刻な問題？それでその深刻な問題って。ここでは話せないからちょっと場所を変えようか。ここで話せないほど深刻な問題？でまたもやここに来たわけだが、それで深刻な問題って。それじゃあ歌いますき。待て待て待て、なんで歌うんだよ。だって替え歌作ってきたんだもん。聞いてよマリサ。替え歌かよ。まあいいぞ。やったー。それじゃあ歌います。聞いてください。あー素晴らしいくらいに終焼け口真っ赤に差し込む朝日のお光見て見ぬふりをして布団に入る。リズム狂うたぐるぐる生活が逆になって寝る時間が遅くる時計を見たとき気づくるもる朝の時間だ。このサイクル戻すことが無理、一度崩れたらもう無理、ただその逆繰り返し、いつの間にか元に戻る。あー寝夜としても夜すべしがき、気づいたら何時間か見ていて、寝る時間が遅くなりリズム狂う。もう何も気にしない、いつかいつか治るから、夜も終焼け。これが深刻な問題だよ。全然深刻じゃないじゃないか。